ようこそ NCFTV へ。世界で一番脱炭素に熱い魂雄大です。今日はですね、実はとある場所に私来させていただいておりまして、結構まあ野球が好きなんですけど、我々がですね、日本一サステイナブルな球団だと思っているですね、球団にお邪魔をさせていただいています。それはどこか、西武ライオンズなんですけども、本日ですね、株式会社西武ライオンズ経営企画部エルフレンズグループのマネージャーを務められます松本さんにお越しをいただいてですね、今日はいろいろお話を伺っていこうというふうに思います。はい、西武ライオンズの松本と申します。今社会貢献活動でエルフレンズグループというのがあるんですけれども、そこのマネージャーをしているものでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。我々ですね、まあ、私の世代ですと、西武っていうとですね、まあ、黄金期ですよね。やっぱ森監督の時の黄金期はもう子供の頃で、もうみんな、クラス中のみんながライオンズのキャップを被ってたっていう時代があったんですけども、そこからまあ最近もやっぱり強くてみたいなところでですね、で、そんな中で、我々のこの番組、結構この脱炭素とかサステイナブルを扱ってるんですけども、まあ、ここの取り組みもすごい進まれているということでですね、環境でも百獣の王を目指すなんていうふうに、まあ、我々勝手に思ってたりもするんですけれども、ちょっとそこのですね、取り組みちょっと一つずつ伺っていきたいと思うんですが、まず結構先進的な取り組みされていると思うんですけれども、なぜこの SDGs やですね、サステイナブルな活動に精力的にこう取り組まれようと思われたんでしょうか。はい、我々ですね、その SDGs とかサステイナブルな活動っていうのは、これ2015年とかで、まあ、国連が定めた後に、まあよく聞くようになった言葉だと思うんですけれども、我々ですね、もうずっとかなり前からですね、地域の方々に対してこうそのつながりを強化していくですとか、そういった活動を行ってまして、それが結果的に我々にとってのこう持続可能なチーム作りにつながってくるものだというふうに考えて行っていました。で、我々の方では先ほど私の部署名でエルフレンズというのを申し上げましたけれども、これは2018年からこの名称でもって社会貢献活動とか地域貢献活動というのを行ってるんですけれども、それ以前からもう古くは90年代ぐらいからチームとしてといいますか、選手がいろいろと地域に対する活動ですとか子どもに対する活動っていうのを行ってまして、それがだんだんとこう2008年ほどからは、今度は埼玉西武ライオンズっていうふうにですね、埼玉っていうのをチーム名につけて、そこからより地域に対して地域密着活動という、そういったようなところで地域、まあ特に埼玉ですとか西武沿線ですね、ここに対して何かしらができていかないかなと、やることによって我々がこれは一つのファン作りだと思ってまして、直接的な効果というのはなかなか薄いかもしれないですけれども、少しでもこうライオンズって野球だけじゃなくてこんな活動してるんですよね、そんなようなところから知ってもらって、徐々にこう10年後20年後に1回でも2回でもいいんで、こうこちらメットライフドームに足を運んでいただけるような、そんな活動ができないかなと、そんなようなところが根底にあった上で我々はこういった活動を行っています。なるほど、なるほど。なので、こう、地域ありき、地域に密着をして、球団は地域と共にあるんだっていうところが根本のベースにあるっていうことですよね。はい、そうですね。で、もうそれもだから、その SDGs とかの概念ができる前からずっとこう取り組まれてきて、まあ、むしろ SDGs ってまあ整理されたの、ある種そういう意味においては最近っちゃ最近なので、それが合致してましたよっていう話ですよね。だから昨今サステナブルだとか、SDGs って言われるようになってきましたけども、むしろずっと取り組まれてきたこと、これがまあ類型されると SDGs に当てはまってるなっていう感じだってことですよね。はい、そうですね。SDGs があるから何か始めたって言いますか、我々がやってたことがちょうど SDGs と結局のところ重なってますよ、はいはい、そういうようなふうに捉えてます。素晴らしいですね。はい、なんか昨今本当に SDGs なのかみたいなふうにですね、はい、そこのところ真偽を確かめるべきだみたいな話も結構こうビジネスの世界ではあったりしますけれども、まあ、本来だからちゃんとそうやって取り組んでいるものが結果的に当てはまってるというのがやっぱりあるべき姿だなって今の話を伺おうと思いますけれども、例えば一例としてオレンジリボン運動されてると思うんですけども、はい、そこでユニフォームあの時まあ文字がですねオレンジになったりとかして結構大胆にカラー変更みたいなのした、その時のファンの方々とか周囲のご反応どんな感じでしたね。やっぱり結構驚かれた方も多いと思いますし、逆にそれだからこそインパクトがあってこう印象づくんじゃないかな、そんなようなこともあって取り組ませていただいたんですけれども、やっぱり突然過ぎたところもあってですね、なんかこう他の球団さんみたいだとかですね、オレンジを基調にした球団さんが、ね、まあ、そうですよね、黒とオレンジの某球団とかありますよね。はい、ですとか、もしくは同じ埼玉県内でこうサッカーチームでオレンジをですね基調にしている、あ、そうですね、めちゃくちゃオレンジですよね、まるまるミアライオンズみたいな感じで、はい、そういうのがですねあったりしてですね、まあ驚かれたりはしていましたし、あとまあ選手ですとか監督からは非常に好評でして、実は2021年度今年に関してはキャップだけでやらせていただいたんですけども、はい、
そうしたらですね、あれまたやらないのかい、今年やらないのかいなんていう風な形で、はいはい、よかったのにななんてそんな声が聞かれてたんでちょっと次年度からまたちょっと改めて検討したいかなとは思っています。なるほど、はい、結構ユニフォーム私も見てですね、かっこいいなと、後ろにこうオレンジの文字が入ってみたいなので、はい、結構かっこいいなと思ったんですけど、はい、じゃあまあこれ例えば乳がんの撲滅でピンクリボンなんてのはありますけれども、はい、もし仮にそこにこう賛同されてみたいな話になると、まあ、ユニフォームがピンクになっちゃうみたいなことも思い切ればあり得るってことですね。あ、思い切ればもちろんあないことはないですね。なるほどですね、はい、ちょっとそれもある種なんか見てみたいなってちょっと思っちゃう部分はありますけれども、 で、ね、はい、でも選手の方々もそうやってユニフォームですね楽しんでいただいてるなんていうのは、まあ、ファンの方は見てもいいなと思うところも多分あると思うので、いいですね。なるほど、まあ、サステナブルのところもずっとこう地元と密着して取り組まれてきたみたいなところで伺ってきたところではあるんですけれども、まあ、我々はあの脱炭素みたいなところもちょっと意識して番組作らせていただいてるんですが、コースかける脱炭素ないしはサステナブルな活動で特に意識されてるところとかって何かありますかね。そうですね、スポーツだからなんかこう脱炭素ができるかっていうと、なかなか CO2 の削減量が多いことが何かできるのかっていうと、うんうん、実はそんなことはないんだろうなというふうには思っているんです、はい、とはいえ我々スポーツというか、まあ、プロ野球というその少なからずこう日本の中ではこう知名度の高い観点からいきますと、その告知力というか PR 力っていうのが、これがスポーツというイコールかどうかというとちょっと違うかもしれないんですけども、我々にとってはそこが一つの力が発揮できるポイントかと思っていますので、いろんなしっかりとしたこう素晴らしい取り組みっていうのはもちろんそれはやっていくんですけれども、それ以外のところでまだまだ日が当たってないと言いますか、みんな知らないようなことですけどすごい素晴らしいことってあるじゃないですか。そういったところのことにですね、あのフォーカスを当てて、それでもっていろんな方々に知ってもらうっていうものをやっていって、分母を広げることによって例えば寄付が増えるとかですね、うん、そういったような流れをですね作っていけないかなということは意識してやっていたりします、うん、まあもうあの発信力ですね、球団としてもそうですし、それから選手の方の発信力みたいなのもですね、子供たちなんかは選手見てみたいなところも結構あるでしょうから、浅田選手もオーク西武ライオンズにはいらっしゃいますんでですね、まあ、そうしたところも含めてなんて思うんですけれども、そうしますと球団経営される時って地元とのとかやっぱりあのアイデアってやっぱあると思うんですけども、そこでこう選手の方々がどれぐらい積極的にとか前向きに取り組まれているかっていうところも結構大事なのかななんて思うんですけれども、そのあたりどうなのかなというところと、あとそこをですねどのようにこううまく経営企画部としてこう巻き込まれていってるのかななんてところもお伺いできると嬉しいんですけども、はいはい、これちょっと先ほどお話したのとちょっと重なってくるところあるんですけど、はい、もう80年代なんですけど、テリーという選手が、はい、子どもたちへの支援招待とかそういったところからまあ地域とのつながりを持ってまあ、もしくは子ども支援というような活動をですねし始めて、そこが起点といいますか始まりとなって、他の選手たちもやるようになっていってまして、で今ではですね結構な人数がですね選手やってるんですけれども、それっていうのは我々の方からあのもちろんこういったことやってみるのはどうですかなんていうようなお話をさせていただくんですけれども、その時にやっぱり周りの選手がすでにやってるっていう環境が出来上がっているんですね。これによってどんどん、あ、じゃあ他の選手もやってるから僕もやってみたかったんです、ただどんなことをやったらいいのか分かってなかったっていうような、そんなそういう意識の高いところまで来てる状態なので、はいはいはい、実にあのこちらから何かご提案をした時に受け入れてもらいやすいっていうのがあって、正直我々がどうこうというよりも選手間の中で脈々とこう受け継がれてきている伝統というのが今のこう選手たちライオンズのですね社会貢献活動っていうのが作られているんだなというのを思ってて、正直これは我々どうこうではなくて、もう西武の伝統ってことですね。そういうふうに認識。あ、そうなんですね。それも素晴らしいです。だからその西武ライオンズに入りました、入ってみたら先輩たちがそういうことをやってるってところからもうすでに学んで、こういうふうにそのファンの方々とかに還元していくんだとか、はい、こう社会に貢献していくんだみたいなところがあるってことなんですね。最初に始められたテリー選手で素晴らしいですね。やっぱりあのアメリカとかってそういうのが進んでると言いますか、すね、やられるのがまあごくごく当たり前になっていて、はい、それを日本でもそのままやってくれたっていうのが、まあ、そこが一番最初の種まきになったのかなとは、ね、はい、まあでももういっぱいこう種まいてもう育って育って、はい、もう次のところも入った選手がみんなもすでに種を植え付けられるっていう形になってるわけですよね、はい、それでまあ やり始めた人たちが、まあ、例えば栗山選手なんか もうずっと、はい、あ、そうですね、栗山選手結構ずっとやられてたりして有名ですもんね、はい、そういった姿を見てるとやっぱり他の選手たちも、あ、じゃあこういうことやろうかな、うんうん、いうことやろうかなっていうので、はい、やっぱり今ですもうこう背中で見せてくれてるっていうのがあったりするのは非常に大きいのかなと、はい、なるほどなるほど。そうすると例えば豪快なスイングしてる森選手とかもそういうことやられてるってことですかね、はい、そうですね、森選手山川選手なんかは、はい、今あの打点を1打点上げるごとに環境団体とかそういったところに1打点につき1万円寄付とかそういうような活動をですね、そうなんですね、はい、2人ともやってたりしてるんですね。
だからもう打点上げまくってもらった方がいいってことですね。そうです。なるほど、はい、だある種、まあ、逆の考え方すると、はい、相手方のピッチャーが両選手に打たれれば環境に良くなるって、はい、そういうことなんです。そういうことなんですね。もうまさにその通りです。そういうことですね。なるほど。森選手なんてちょっとこうやんちゃなイメージっていうんですかね、まあ、勝手なイメージですけどもがあるので、あの豪快なスイングの裏にそんな、 なんかこう環境に結びついた細やかな配慮があるなんてなんてちょっと思いますけれども、ちょうど2020年から環境支援っていうのをこう我々も球団として取り組みようになった時に、山川選手もそうなんですけど、森選手も森山川って言ったらですね、この自然に伴うような、確かに森山川、はい、確かにそうですね、大自然というか、はいはいはい、そういった関係もあって何か環境支援的な活動をできないものかというふうにですね、あのお二人に相談したところ、ああぜひやりましょうよとそういうような話の流れになって、はい、まあ、先ほどのような形に、なるほどなるほど、お二人なんか仲もいいっていうふうに聞いてますし、だからそこのところ名前の親和性まであってっていうところですね、はい、なるほど。じゃあそこら辺も、まあ、仲の良さも相まって楽しくそういう活動に取り組まれてるっていうところなんですかね。まあ、楽しくかは分からないですけども、はいはい、まあ、あの意識してですねやってくれてます、はい、なるほど、分かりました。いや、なんかそういうですね、まあ、選手一人一人の活躍がこう環境に結びついていくっていうのは非常になんかいいななんていうふうに思うんですけれども、一つあの我々球団のところですね、設備のところでちょっと勉強してきたところがあってですね、球場の電気を、まあ、LED にも変更されて、でこれで CO2 が 60% 削減されたっていうふうに伺ってるんですけども、そこの話聞くとデメリットないのかなと、我々 LED とかも環境にいいんだぞみたいな感じ、 CO2 減らすんだとかですね、まあ、あの電気使用量が減るんだみたいな感じでチャンネルでも取り扱ったことがあるんですけど、まあ、曲がるLED みたいな話も使ったことあるんですが、これやっぱりやってみてやっぱメリットの方が大きかったなみたいなところですかね。そうですね、今のところデメリット的なデメリットそんなには感じてはいなくて、あのむしろまあ CO2 の削減というのもありますけれども、演出面でもやっぱりついたり消えたりというのは簡単にできたりするので、お客様に喜んでもらえるような演出ができるようになったっていうのがあったりしますので、今のところはこうデメリットあまり感じてないかなというところですね。ちなみになんか野球とかってたまになんか選手がこう照明が目に入るみたいなことがあるんですけど、はい、そこら辺も特に影響なくて、これはですね、あの低い位置にあるとやっぱり目に、まあ、打球にかかってしまうので見づらくなってしまうとかあるんですけれど、はい、高い位置にあった場合っていうのはまたそれとちょっと違った形になるので、高さ的に問題ないところにあるという認識ですので、今のところそこに関してそんなに問題はないかなと。わかりました。あとセーブ・ザ・アース・ライオンズ・グリーンアッププロジェクトっていうのが ある矢に伺ってるんですけども、これなんかこう定量的にどれぐらいのインパクトがあるものなんでしょうか。はい、このプロジェクトの中では我々が一番取り組んでいるのが、球場このエリアで出てくるゴミに関して取り組んでまして、はいはい、まあ、具体的には何してるかって言いますと、基本的にプロジェクトが始まる前までは出てきたゴミっていうのはほとんど燃やすゴミ、はい、燃えるゴミとしてサーマルリサイクルですけれども、うん、そちらにされていたんです。でそれ以外のまあ瓶とか缶とかっていうものはそれぞれのリサイクルっていうのはされてたんですけれども、要は7対3の割合で7がもう単純に燃やされてたんですよね、はい、でここの割合っていうものを、まあ、私サーマルリサイクルが完全に悪いとは別に思ってないんですけども、とはいえトレンドといいますか、はい、そういったのとはちょっと外れてきているといいますか、少し変わってきているんだろうなと思ってますので、このサーマルリサイクルで捨てられている率というものを少なくしていこうとそういったところを取り組んでいます。で20年21年とこう今まだ2年目になるんですけども、はい、20年の結果だけ見ますと、19年は7対3の割合だったところがですね 70.7% 2019年、これがサーマルリサイクル率ですけれども、それが2020年には 57.8% まで下げることができました、はいはい、で今年の今の比率も4月から見てるんですけれども、もう少しここは下がってきているという状況なんです、はいはい、でこれができている一番の大きい理由としては、ゴミの分別っていうのを増やしていって、はい、増やしたところのものをそのまま燃やすんではなくて違った形のリサイクルっていうものに回している、うん、で一番大きなインパクトを実は出ているのがですね、食品リサイクルといいますか、はい、お客様が残してしまった食べ残しのものとか、はい、あとは売店さんがせっかく持ってきてくださったんですけども、使い切れなくて廃棄してたもの、はいはい、こういったようなものをですね、単に今までは燃やしていたんですけれども、それをバイオエナジーというところに出して、はい、それをガスに変えて電気に変えるという、そういうようなことをやっているんですけれども、はい、そこの比率がですね、まあ、ちょっと我々が自分たちで思ってたよりも大きくてですね、あ高い、意外と大きくて、はいはい、あこんなに減ったなというのがちょっと正直なところがあったんですけれども、なのでそこのところが、まあ、結果としてはそういったような数値になってるんですけど、やろうとしているのは他のところ、そのまだまだ単に燃やされてしまっているだけのものに関して、うん、徐々にもうこう細分化していきまして、これを
通常の他のリサイクルに回せるような形のものに変えていく、もしくはそもそものこのゴミになっているものの素材というものをリサイクルしやすいものに変えていくことによって他のリサイクル率っていうのを上げていく、そういうことをやっていきたいというふうに考えています。でも始められても順調に数字も上がってってってところですごいですね。しかもこう食べ残しとかそういうその、まあ、試合があったりとかすると必ず出てきてしまうものですからね、はい、それをこう有効活用されてるっていうところで非常に素晴らしいなと思うんですけども、なんかあの私事前にちらっと見たらなんかあの選手が暮らされてる寮のところから出るものについてこうユーグレンさんと組まれて、それでこうちょっと油を取り出してそれがこう燃料になってる鉄道のみたいなのを伺ったんですけど、それはそれでこう西武鉄道がちょっと一部走ってるってことですかね。そうです、まあ、あれはですね寮から出てくる食用油ですよね、はい、それが捨てるだけだった油、まあ、これ単純に固めて捨ててなんですけども、要は揚げ物した後の油ってことですね。そうです、それです、はいはい、それを固めないでそのままの状態で回収して、回収したところで今度はユーグレンって要は緑虫ですよね、はい、で、まあ、ユーグレンさんという会社さんと一緒になってそこのユーグレンを混ぜた状態にして、これをまあバイオディーゼルというような形なんですけれども、はい、そこでできたものを今度は鉄道というか西武バスですね。バスですか、はい、西武バスの車両で要はこれが軽油になるので、はい、その軽油になったものを今度はバスで走らせてっていうそういう循環をやってますね。まだちょっと量的にそんなに多いわけではないんですけれども、はいはい、徐々にここも増やしていくように、はい、していきたいかなと思ってます。なるほど。そうすると西武バスの沿線に住まわれてる、まあ、西武ファンの方々は、まあ、知らず知らずにこう西武のですね、はい、若手の方がまあ、食べた揚げ物に使ってた油でもしかしたらそのバスが走ってるかもしれないってことですね。そうですね、まあ、走ってる車両もそういうラッピングしてあるものがあってそれだとそういうような形、まあ、あの必ずしも我々の方から出たものだけではなくて、はい、あのまあバイオディーゼルっていうものを使ってますよっていう形になるんですけど、その一部がこの量から出てるとそういうような形です。ファンの方々なんかそういうラッピングがあるみたいなんでですね、そこは選手が食べたものの一部使われてるっていう感じになるというところになります。はい、ありがとうございます。いろいろと。で、あと、まあ、最後のちょっと質問になるんですけども、はい、あの、球団のですね、まあ、枠を超えて、なんか今後ですね、取り組まれたい、こう、サステナブルな取り組み、活動なんかはございますでしょうか。はい。これはもう本当にアンベースです。まだ誰とも、ある意味、他の球団の方々と話をしているわけではないんですけれども、はい、それこそ、ちょっと先ほど話したものと重なってくるんですけど、ゴミの素材の部分ですよね。球場が違えども、出てくるゴミっていうのは、実は似たり寄ったりのものっていうのが、見ていけば絶対いくつかあるんですよね。そこのゴミになっているものっていうものの素材、例えば包材とかですよね、はい、ご飯とかを入れているようなこういう包みというか箱とか、こういったものを可能であれば全球団で例えば一緒のものを作ってでそれ自体はもうリサイクルに回せるものなのか、もしくは洗浄とかする形にして捨てないものに変えていく、ただそれを最初に導入するためには費用がかかりますから、そこのところをうまくこう量のメリットを使って下げていくことによって、はい、でまあ何年消化給焼却とかになっていくかちょっと分からないですけれども、単純に毎年買うよりかは安くなるような形とか、そういうことがうまくはまるようであれば、そういったものの取り組みとか、まあこれに限らずですけれども12球団もしくはまあパ・リーグだけでもいいかもしれないですけれども、他と連携して出せるものってのはやっぱりその量が増えることによって原価を下げていくっていうことだと思いますから、はい、そういったものに関しての取り組みっていうのはやっていきたいかなとは思っています、うんうんうん、なるほどですね。もうまさにもうだ球団の枠を超えてもみんなみんなで球界みんなでっていうところですね、はい、いやそうなっていくと、まあ、本当にそういう取り組みを通じてですね、まあ、ファンの方々も環境意識っていうのが高まっていくだろうなとも思いますと、そういうこう発信力も生かしてですね、うん、ぜひやっていただければなというふうに思います、まあ、今日はですね貴重なお話をちょっといろいろありがとうございました。はい、ファンの方もファンでない方もおそらく見ていただいたかなというふうに思いますけれども、まあ、素晴らしい取り組みですね。あの我々西武球団ですね、まあ、日本一サステナブルなんじゃないかなと思ってお話を伺ってですね、自信から確信に変わったっていうところですかね。私もあのちょっと名言を借りさせていただきましたけれども、はい、この形でですね今日の動画締めたいというふうに思います。それではさよなら、しよつ、また次回。